岐阜県の東南部、美濃東部の意味を持つといわれる東濃において、現在、原子力発電に深く関わる、ある重要な研究が行われています。皆さん、こんにちは。レポーターの船引きのぞみです。今月の JIFE TV は、日本原子力研究開発機構東濃地下学センターの施設と研究内容についてレポートします。ご案内とご説明をしていただくのは、日本原子力研究開発機構東濃地下学センター副所長の福島達夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。福島さん、まずはじめにこの東濃地下学センターの施設についてご説明をお願いします。はい、1962年に土岐市の国道21号線沿いでウラン鉱床の露頭が発見されました。はい、これをきっかけとして土岐市や水波市をはじめとする東濃地域で地質調査やボーリング調査などのウラン調査が開始されました。はい、この調査のために1965年に当時の原子燃料公社の東濃炭鉱事務所が土岐市に開設されました。はい、この事務所が現在私たちの東濃地下学センターの前身といえるものです。東濃地下学センターでは1986年に地層科学研究を開始しましたが、東濃鉱山でも調査坑道を利用して岩盤や地下水についての研究を行ったほか、ウラン鉱床を利用して鉱床ができてから約1000万年の間どうしてその位置にとどまっていたのかといったナチュラルアナログの研究を行いました。はい、これらの研究は2004年まで行い、その後東濃鉱山は休止鉱山としています。はい、東濃地下学センターは水波市に超新地層研究所、はい、土岐市に東濃地下学センター事務所と東濃鉱山があります。超新地層研究所では地下研究施設を利用した研究、東濃地下学センター事務所では火山や断層など自然事象についての研究を、東濃鉱山では今後の措置についての検討を行っています。原子力発電とこちらのセンターで行う研究とはどのような関連があるのでしょうか。はい、原子力発電の使用済み燃料を再処理し、残ったウランやプルトニウムを取り出して、それを再び燃料として発電に用いる、この仕組みを核燃料サイクルと呼んでいます。はい、再処理をする際に廃棄物が出ますが、これをガラスで固めたものを高レベル放射性廃棄物といいます。高レベル放射性廃棄物は30年間から50年間程度冷却し、その後地下深くに処分することになっています。これを地層処分と呼んでいます。地層処分とは地層が持っている物質を閉じ込めようとする能力を利用し、これに人工的なバリアと組み合わせた多重の防護機能によって高レベル放射性廃棄物を長期間にわたって安全に人間環境から隔離しようとするものです。はい、地層処分を安全に行うためには地下がどのようになっているのかとか、地下深くでどのような現象が起こっているのかを知っておく必要があります。はい、このための研究を地層科学研究と呼んで私たちは行っています。はい、高レベル放射性廃棄物の地層処分を安全に行うためには、地層科学研究はとても大切な研究というわけですね。では、地層科学研究とは具体的にどのような研究をしているのでしょうか。地下には岩盤と地下水がありますが、はい、これらが地層科学研究の対象となるものです。強度などの岩盤の性質、地下水の流れや水質、それから地下水の起源などを調べていきます。はい、物理探査や、ボーリング調査など、地上からの調査の結果と、実際に、研究行動を掘削して、調べた結果を比較して、調査の手法についての妥当性も調べます。
また地下施設の掘削が周りの岩盤や地下水に与える影響の範囲や種類や大きさについても調べます。このような調査や研究を通じてどのような調査を行えばどのようなことがどのような詳しさや確からしさで分かるのか、つまり調査手法とか調査技術といった地層処分に必要な技術基盤を整備することが私たちの最終的な目標となっています。はい、それでは実際に研究を行うための施設の一例をご紹介ください。ずいぶん大きな施設ですね。地上設備としては縦坑内を上下するスカフォードと呼ばれる移動式足場やエレベーターを昇降させる巻き上げ設備があります。それから地下施設から汲み上げた水を処理する排水処理施設もあります。その他に受変電設備やコンクリートプラントがあります。結構水が出てきて、まあ、こういう側溝に流して、はい、地上に上げてます。エレベーターに乗って地中深くまで来ましたが、ここはどのような施設なのでしょうか。この地下研究施設は主立坑と換気立坑という2本の立坑と、はい、深度100メートルごとに2つの立坑を結ぶ水平坑道からなっています。でここは今、深度300メートルのところですけれども、300メートルの、連絡する水平坑道を約100メートル延長して、これは研究アクセス坑道と呼んでますけれども、ここでは、様々な岩盤や地下水についての研究を行っています。現在、2つの立坑は、この図よりも下になりますけれども、おのおの460メートルまで掘削しておりまして、2011年度には、どちらも500メートルまで掘削する予定です。良いデータを取得するためにはこうした大規模な施設が必要なんですね。よくわかりました。福島さん、ご案内とご説明どうもありがとうございました。現在、放射性廃棄物の実現可能な処分方法として、地層処分が最適な方法であることが世界共通の認識となっています。そのような中で、使用する電気のおよそ3分の1を原子力発電で賄っている我が国でも、高レベル放射性廃棄物の安全な地層処分の実現のため、地層科学研究の重要性は今後さらに高まるのではないでしょうか。今月の JIFE TV、お別れの時間が参りました。それでは、日本原子力研究開発機構、東濃地下学センターから失礼いたします。